今日の一日だけ出してしまいました。まあ、この何戦争の未来と金田一郎さんの先生、小山一郎先生、この未来が前へ進めております。さあ、それに続くのは大野と足立先生。さあ、こちらも感じるとまだまだ撮影していないので登場しております。さあ、この大野先生が天井を落としたの様子をしてしまいます。さあ、監督に上がったのは足立先生。おっと、2人の加藤先生が来たり始まってしまい、トップを杉浦先生が渡してしまいます。さあ、杉浦先生が現在トップ。さあ、これを加藤先生、タイムバーが 1.8 秒。
これで全世界となりまして、2WD モデファイドクラス、勝ったのは杉浦雄介選手。